ご覧いただきありがとうございます。今回はヨーロッパリーグ初戦、マンチェスターユナイテッド対レアルソシエダの、予想スタメンなどについてお話ししていきたいと思います。はい、現地、本日の夜9時ですね、日本時間ですと明日日付が変わりました朝4時から行われますマンチェスターユナイテッドホームのヨーロッパリーグ初戦なんですけれども、いやー、いよいよ来ました。久保選手がサッカーの聖地オールドトラフォードで、まあ、試合をするところが見れるだろうと。はい、いやー、ワクワク止まらないですね。いや本当に久保選手ステップアップしてくれてよかったなと。まさかね、まあ、いずれ久保選手ぐらいの選手ですと、まあ、いずれねオールドトラフォードで試合するところでもちろん見れるとは思うんですけれども、まあ、こんなに早く見れるとは思わなかった。いやね、ラリーガの方もレアルソシエダ開幕から結構ビッグゲーム続いてますけれども、まあ、ヨーロッパリーグでも早速初戦からこのビッグゲームが待っているということで、まあ、前節ね久保選手、まあ、ラリーガでアトレティコマドリードとの一戦は、まあ、後半からの途中出場となりましたけれども、いやもう今回ね先発で出てくれるんであればもう前回後半出場でもまあいいわと。前回は結構やきもきしましたけれども、今回頭から見れるんであればもう前回いいわということで、まあ、こちらですねマルカから出ている予想なんですけれども、はい、ちょっと予想フォーメーションがこちらとなってまして、まあ、久保選手は、先発出場の予想となってます。で、いつもの通りレアルソシエダは 4-4-2 ですね、まあ、キーパーが、レミーロ選手で、右からゴロサベル選手、アリツで、真ん中スペルディアで、左の方に、アイヘンで、右にブライス・メンデス、中盤の底にスビメンディ、左にメリーノで、真ん中上にシルバ、はい、でトップが久保選手とサディク選手。もうねサディクはもう前回得と見せられましたから、まあ、久保選手のね幻のスーパーアシストありましたけれども、いやー期待できるんじゃないですかね。本当にちょっと頭から見たいですね。前節のアトレティコマドリード戦も久保選手先発予想だったんですけれども入らなかったので、まあ、その時サディク選手もねマルカ先発予想してましたけれども、結局、アリショウ選手であったりとか、まあ、結局ね先発には入ってこなかったので、楽しみにしてますけれども、どうですかね、まあ、この辺ねちょっと試合始まるのを楽しみにしたいなというところ で一応マンチェスターユナイテッドの先発が、4-2-3-1 となってまして、キーパーがデヘア、はい、で、左サイドバックにマラシア、真ん中が、この選手が、リサンドロ選手、ちょっとあまり詳しくないですけど、で真ん中がレアルにもいたバラン選手で、右サイドバックにダロト選手、はい、で真ん中マクトミネイ、エリクセン、そうです、エリクセンがもうマンチェスターユナイテッドにいるんですね。ペースメーカー大丈夫なのかなと思いますけれども、で左がサンチョで、真ん中がブルーノ・フェルナンデス、右にアントニーで、トップがラッシュフォードということで、まあ、レアルからマンチェスターに移籍しましたカゼミーロであったりとか、あとはまあクリスティアーノ・ロナウドが先発の予想には入ってないんですけれども、ぜひ見たいですね。まあ、できればクリスティアーノ・ロナウドと久保選手が同じピッチに立っているところを見たいなと。なかなかねクリスティアーノ・ロナウドの年齢考えると、この先なかなか久保選手と同じピッチに立つっていうのは限られてくるかなと思いますので、いやーぜひ見たいなと思いますし、ね、結構ねオールドトラフォードかなり観客入ると思いますんで、いやーレアルソシエダ勝ってほしいですね。はい、でもマンチェスターユナイテッドなんですけれども、
まあ、現在プレミアリーグではまだ開幕して6試合ですけれども、マンチェスターユナイテッド今5位に位置してまして、まあ、初戦からねマンチェスターユナイテッドは2連敗、開幕から2連敗して、あ、いよいよやばいなと思ってたんですけれども、まあ、2連敗からの4連勝ということで、まあ、今のところねまだ開幕して6試合ですけれども、今のところはマンチェスターユナイテッドはまあ本来いるべき位置に、まあ、いてるなというところで、ね、バルセロナもラリーガで言うとね、初戦引き分けて今年やばいんじゃないかみたいな声上がったりしましたけれども、結局ねその後回復してますし、まあいい位置にいてますから、まあ、このあたりやっぱビッグクラブとなるとね、やっぱちょっとやそっとじゃあんまり傾かないんでしょうね。なのでちょっとマンチェスターユナイテッド結構ノリに乗ってますので、はい、まあちょっとね苦戦するかもしれませんけれども、楽しみですね。はい、でまあ久保選手、こちらもサッカーキングの昔の記事なんですけれども、まあ、ヨーロッパリーグは2年ぶり2回目となりまして、まあ、前回ね2020年の、まあ、約2年前ぐらいにビジャレアル時代に、まあ、ヨーロッパリーグはすでにデビューしてまして、まあ、デビュー戦で1ゴール2アシストの大活躍だったわけですけれども、まあ、ただねこの相手チームがちょっとあまり、まあその僕も名前も知らなくてね、やっぱりこうかなり力のあるチームではないので、ね、こう心からよっしゃーっていうような喜び当時あんまりなかったんですけれども、まあまあ久保選手これぐらいやるだろうみたいな感じで見てたんですけれども、まあ、今回はね、ビッグクラブですから相手はぜひぜひ打ち負かしてほしいですし、まあ、初戦からねゴール久保選手遠ざかってますので、まあ、ここでゴールなりアシストなりビッグクラブ相手にね目に見える結果見たいなと思っています。はい、でまあ、ヨーロッパリーグの、グループステージなんですけれども、まあ、レアルソシエダはマンチェスターユナイテッドと、あとオモニアニコシアという、キプロス共和国のチームですね、ちょっとあまり知らないんですけど僕、はい、とあとシェリフというモルドバ共和国、まあ、これも知らないですね。まあ、ちょっとヨーロッパリーグってなってくるとね、こうちょっとあまり名前が知らないチームがやっぱ出てくるのでね、やっぱチャンピオンズリーグですとね、この辺はやっぱり名前の通った、力のある有名なチームばかりですけれども、ヨーロッパリーグはねこの辺りこうビッグクラブもいながら中堅クラブもいたり下位チームもちょっといたりというところで、まあ、やっぱりこのねグループリーグで言うと当然抜けるのは、まあ、マンチェスターユナイテッドかレアルソシエダだと思いますので、まあ、ただね前評判というのは全く当てになりませんから、まあ、このモルドバのシェリフは確か昨シーズンか何かチャンピオンズリーグかなに出場してたっていう記事を確か見たことがあるので、まあ、多分力はもちろんあるでしょうし、本当初戦が大事なんでね、まあ、ここでボカッといかれると、なかなかグループステージの突破も難しくなってくるかなと思いますので、はい、ぜひまあね、最低でも引き分け、敵地で。アウェーで最低でも引き分け、できれば勝ってほしいですけれども、ちょっと結果にこだわってね、久保選手にはゴールかアシストかで、はい、期待したいと思います。ということで、今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは、失礼いたします。